ポップはアイルランドのロックバンド U2 のアルバムであるポップマートツアーの巨大セット1993年発表のゾーロッパから3年半ぶりにリリースされた9枚目のスタジオアルバム1991年のアクトンベイビーから続いた U2 の1990年代テクノロジー路線の総決算的な1枚となった全米全英チャートで1位を獲得し ズトブツアーをしのぐ巨大ステージセットを持ち込んだポップマートツアーを世界各地で観光した。制作スタッフではヨシアトリー以降レコーディングエンジニアとして信頼してきたフラットをプロデューサーに起用し、他にハウィー、ビートスティーブ・オズボーンが参加している。テクノ、ブレイクビーツ、トリップ・ホップなど多彩なアレンジを施しているが、オープニングのきらびやかな3曲から転じて、 中盤以降はミディアムテンポの落ち着いたナンバーが並ぶ。先行発売されたシングルディスコテックのメガボルトではメンバー4人がビレッジピープルを模したコスチュームでダンスを踊り話題となった。なお、アルバム制作中の1996年末にこの曲の音源がインターネットに流出する事件が起き発売予定日が前倒しされた。ボーカルのボノは本作についてまだ レコーディングをしている最中にツアーをブッキングするというミスを犯してしまった。大慌てでアルバムを仕上げることになったけど、あともう2から3ヶ月アルバム作りに時間を割いていたら、ポップははるかにいいアルバムに仕上がっていただろうねと語っている。このアルバムは U2 を新人時代から応援し、1996年に多解したアイルランドの音楽評論家ビルグラファムに捧げられている。ディスクテック。 というフィールラブドモーフォー、イフゴトウッドセンドヒズエンジェルスステアリングエティーザ、サンラストナイト、オガースゴーン、マイアミザ、プレイボーイマンションイフユーアヤザットベルベットドレス、プリーズウェイクアップ、デッドマンホーリージョーに本番、ボーナストラック、ありがとうございます。